サムニウム戦争は、ラティウム地方に本拠を構える、共和制ローマとアテニン山脈に居住する、サムニウム人部族との間で勃発した戦争。イタリア半島の諸部族の主導権をめぐっての戦いで、紀元前343年から紀元前290年までの間に断続的に続いた。サムニテス戦争とも、大まかな区分として第一次、サムニウム戦争。 第2次、サムニウム戦争、第3次、サムニウム戦争に区分される。平野での決戦を得意とするローマと山岳でのゲリラ戦を得意とするサムニウム人部族の間では、一進一退の闘争が続いたが、戦争はローマに有利に進み、最後にはサムニウム地方はローマの影響下に入った。戦争が起こる何世紀もの間、アペニン山脈の麓では、 サムニウム人とラテン民族系サベリウス人との間で、境界争いが絶えなかった。サムニウム人の領土は、険しい山岳地帯から外部へと拡大、ラティウム地方にまで伸びることはなかったが、東のアプリア地方、南のカンパニア地方の丘陵地帯に進出。彼らの生活は、昔より洗練され、以前の狩猟と戦いに明け暮れた山岳民族から、 丘陵地帯での放牧へと生活の場を移すこととなった。生活の変化に伴って羊やヤギの放牧を行うようになった彼らはやがて現地の農耕民族の牧草地で放牧を行うようになり、それがもとで以前よりも数多くの問題が起こるようになった。この当時イタリア半島南部には三つの勢力が混在していた。一つは、 アペニン山脈の山岳地域のサムニウム人勢力、沿岸部のギリシア人植民地、そして平野部のカンパニア人勢力である。サムニウム人の拡大に対して、ギリシア植民地は、バルカン半島の他の植民地に、カンパニア人は、ローマ人に助力を要請した。そして、この問題にローマは介入することとなった。 当初ローマはこの問題の解決策としてまず、丘陵地帯に住むサムニウム人を説得しようと、試みるが、逆に不尊に扱われ、これに激怒したローマとサムニウム人との間で戦争が、起こった。この戦争を構成では、第一次、サムニウム戦争と呼ぶ。第一次、サムニウム戦争は、紀元前343年から、 紀元前341年と3年ほどの短い戦争であった。平野での戦闘では、ローマが圧勝。しかし数年で、ローマ人とサムニウム人との間では鍵が結ばれた。これは、必要以上の流血を司令官、マルクス・アレリウス・コルウスは好まず、またサムニウム戦争でローマは、他のラテン同盟諸都市に参戦を強要していたために、同盟都市の造反を招き、 その鎮圧のためにローマは、急いで戦争を終結させる必要もあったからである。この戦争により、カプアを中心とするカンパニア地方を主中にした。そしてカンパニア地方の市民には、ラテン市民権が付与された。再び、サムニウム人とローマ人との間で紛争が起こったのは、紀元前327年のことである。ローマは、 カンパニア地方全域のラテン人勢力を伸ばしており、他方サムニウム人はギリシア系の住民の多いネアポリスと同盟を結んでいた。サムニウム人とカンパニア人との間に再び紛争が起こり、今度はカンパニア人はローマに非護を求め、再びローマ人はサムニウム人と争うこととなった。これを第二次。 サムニウム戦争と呼び、戦争は20年間という長期に及んだ。カウディウムの屈辱を描いた S 戦争初期、ローマはサムニウム人相手に苦戦、深刻な敗北を喫する。紀元前321年には、ローマ軍はサムニウム人の住む山岳地帯奥地に侵攻し、サムニウム軍に包囲される。降伏したローマ人は武装解除され、後世、 カウディウムの屈辱と呼ばれる屈辱的な幸福を飲まされ600人の騎兵が人質としてサムニウムに抑留された。しかし翌年にはローマは再びサムニウムに侵攻。しかし、紀元前315年、ラウトゥーライの戦いでローマ軍は再び完敗を喫する。相次ぐローマの敗北でローマを支持してきたカンパニア人もローマを見限るかどうかの選択を迫られていた。 ローマと一部のサムニウム系部族との間で和議が結ばれたものの、その他多数のサムニウム人は、紀元前311年に北のエトルリア人と手を結び、ローマを挟み撃ちにしようと格索していた。この二つの敵にローマは当初敗北続きではあったが、紀元前311年と紀元前304年にサムニウム、エトルリア双方を相手に勝利を収めるようになり、 立場が逆転する。劣勢に回った両者は、ローマに和議を結び、第二次、サムニウム戦争は終了した。なお、この戦いを通じて、ローマの軍勢に変革があった。まず、エトルリア人の戦術からは、重装不評戦術を取り入れて、ローマ軍の基盤となし、常に、戦局で有利であった、サムニウム人の軍勢から柔軟性に富んだ、マニュプルスを考案し、 ローマの軍政に取り入れた。またこの頃に初めて、ローマ軍は海軍を創設している。第二次、サムニウム戦争後、ローマの勢力はさらに広がり、サムニウム人に対する布石として、多くの植民都市を築き、エトルリア、ウンブリアにも、勢力を伸ばした。ローマの圧倒的な勢力拡大に危惧した、サムニウム人は独立のために紛争を起こした。これが後に、 第三次、サムニウム戦争と呼ばれ、これを機にサムニウムは、ローマの影響化勢力として組み込まれることになる。戦争は、紀元前298年に、ネアポリスで始まった。北、イタリアで、エトルリア人、ガリア人と対峙した際にサムニウム人が、敵人にいたことにより、ローマはこの動きに気づき警戒する。今までは、 各部族の連携が取れていなかったために、ローマも、格好撃派で何とか対応できたのだが、今度はローマは一度に、すべての敵を相手にせねばならなかった。苦戦のローマは、南方のサムニウム人相手に勝利を収め、多方向の敵に対して一つの戦いから別の、戦いへと何とか渡り歩くことができ、紀元前295年、センティヌムの戦いで、ガリア人と手を組んだ。 サムニウム人相手に勝利を収めた。この戦いの勝利は、勤勉なローマ兵士の賜物であった。そして、紀元前293年にアキロニアの戦いで、連勝。しかしサムニウム人は、紀元前291年に、最終的な敗北をするまで抵抗が続いた。この戦いで、当初は、サムニウム側についた、ギリシア人都市。 カンパニア人都市であった各地方都市も、ローマと同盟関係を結ぶようになり、ローマの派遣は、南部のギリシア人植民地及びポガワイン北を除いた、イタリア半島のほぼ全域に及ぶようになった。ありがとうございます。